これが王道昔ながらのオムライスっていうのがこの単品で600円、これがまあスタンダードですね。でトマト系があったりとかホワイトソースの感じとかデミグラス系2つのソースが楽しめるっていうこの人気のアイアクソースっていうコースがあるみたいです。まあ、まずはちょっと悩むけど、いっぱいあるからちょっと悩むけど、まずはこの昔ながらのオムライスをちょっと1個いっていきたいかなと思って、それと人気のアイガキソースの中から、何しようかな、デミフォア、デミフォアでエビフライついてるやつ。このやり方で、はい。はい。おいしい、おいしい。このもう何ちょっとの卵がふわふわ、どうやったらこんな作れるかって思うぐらい、チキンライスの味がすごいしっかりしとって。じゃあ次にこのあいがけソースのオムライスで、ホワイトソースとデミグラスソースのあいがけで、エビフライ付きとなってます。卵がさっきとまた違う感じのトロトロ具合で、いただきます。
違う味が、あのなんていうかな、クリーミー具合がまず頭を、お、風、冷たで、エビフライを太い、もうなんかフライじゃないこれ、エビって感じ、もうなんかエビって感じがする、食感がもうすごい。あ、そうなんですか。コスソーとソースが関係する。もう昔からこれ。あ、昔。なぜかわからない。お、豆腐、今年の抱負は、今年の抱負は